敵なお花ですね。そう言っていただけると光栄です。私が種から育てたお花なんですよ。丹精込めて育てたお花だってよくわかります。こんなに大きくて元気に咲いているんだもん。日の光はもちろん、温度管理、声か、すべて完璧にこなしましたからね。想像以上に手間をかけて育てたんですね。そういえばこのお花の名前ってなんて言うんですか？これは一番重要なことを伝え忘れていましたね。これは超伝導デンドロビウムという花で、私の大好きな花の一つなんですよ。千代、超伝導ですか？そうです。すごくかっこいい名前だと思いませんか？カノンさん、超伝導ってどういう意味か知ってますか？いえ、ただかっこいい名前とばかり思っていましたが、違うのですか？すみません、ちょっと実験させてください。え、しよ、いよなさる。なぜ超伝導デンドロビウムにそんな器具をくっつけているんですか？私が考えていることが間違っていなければ、多分この花って、やっぱり、この花、機械パーツとして使うには最適な植物ですね。この花を機械の中に組み込むのですか？花をそのままじゃなくて、この茎の部分です。超伝導って、エネルギーを欠損することなく伝える技術のことなんです。それでこの花を調べたら、茎の部分をコードとして使った場合、まさにその通りの効果があることがわかりました。超伝導って、そういう意味だったのですね。私は、ただかっこいい名前だとばかり思っていました。まあ、機械系が好きな人じゃないと、普通は知らなくても仕方ないと思いますよ。そうだね。こんなに綺麗な花なんだもん。茎を切ってコードにしちゃうのは、ちょっとかわいそう。そう言っていただけるのは光栄ですが、しかし超伝導と名寸句以上、本来は機械パーツとして使われることなのでしょう。それならば、その名に恥じぬような機械に使ってあげてください。花も、きっと本望だと思いますよ。